乃木坂46井上沙莉ファースト写真集存在発売記念特別配信皆さんこんばんは、乃木坂46の井上沙莉です。なんかもう始まる前から1万人くらいの方が見てくれてるみたいでありがとうございます。ちょっと風邪ひいちゃって声が変なちょっと変なんですけど大丈夫かなあ、パチパチパチって来てる、ありがとうございます。なんかこの背景をお誕生日近いからお誕生日っぽくしてくれたらしくて嬉しい、ありがとうございます、ありがとうありがとうパチパチパチ、写真集おめでとう、ありがとう、嬉しい。じゃあもうすぐに番組説明いきたいと思います。この番組は私乃木坂46井上沙莉のファースト写真集存在が明日発売されるということを記念して配信することになりました。写真集にまつわる楽しいコーナーが盛りだくさんです。裏話なんかも話せたらなと思うので皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。なんかね、こっちかな、左上のバナーをクリックすると写真集の購入ページにジャンプできるみたいなので、なんかねちょっと興味持ってくれた方はクリックしてみてくださいよろしくお願いします。では早速コーナーに行っちゃいましょう。まずはこんなコーナーをやってみたいと思います。コメント記者会見、イエーイルールを説明します。今からユーザーの皆さんは記者となって井上沙莉写真集存在に関する質問をコメントしてください。私が気になるコメントをピックアップしてどんどん答えていきたいと思います。あ、でも早速ここに完成した写真集がございます。ディ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 ーン私の顔がいっぱいあるすごいいっぱい、嬉しい、ありがとうございます。なんかさっき聞いたらこの表紙がもう売り切れてなくなっちゃったらしくて、もう幻となってしまったっぽいです。これ持ってる方すごいレアですよ。これが通常版の表紙、こっちはなんだセブンネットさん、これは楽天さんで、楽天さんはもうなくなっちゃって、まだでも通常版の表紙はどこでも買えるってことなんで、ね、みんな好きな表紙を選んで、裏表紙も実はね全部違うんでね、私がこうセレクトさせてもらったので楽しみに待っててください質問来てるかな全然質問来てないよあ、ちょっと待って、早いな。あ、タイトルの意味聞いてる人が多い。タイトルの意味は、まあ秋元康さんからこう何個か候補が来た中でもうこれだって思ったやつだったんですけどなんか自分の、あ、やばい、リップが写真集についてる自分の存在をこう表した一冊になったなと思ったんですけど、なんか自分の存在ってみんなのおかげで完成してるなと思って、だからこそ完成した写真集だったのかなって思ったりしたんで、なんか本当そういう感謝の一冊にしたいなと思って、うん、いろんな思いを込めて存在ってタイトルにしましたなんか私の中で皆さんの存在はすごい宝物みたいなもので、でこの一冊もすごい宝物になったんです、私の中では。すごくなんで皆さんにとっても私の存在がそういう風になったらいいなと思ってます。はいメンバーに見せた？あ、なんかすごい見てくれてて、もうなんか
いつからだろう、1週間ぐらい前から事務所に置いてあってもう勝手に読んでいいよみたいな感じで置いてくれてるんで、みんなが結構事務所行くたんびに読んでくれて、よかったよよかったよってすごい言ってくれるんで嬉しいです。もうなんかカズミンとかはなぜかあの写真集に載せる写真をあのスタッフさんと選んでるところにカズミンがなぜかいて一緒に見てくれたりとか、これめっちゃいいねとかなぜかすごい言ってくれて、なんかね嬉しかったです。ちょっと恥ずかしい気持ちもあるんですけど、なんかねメンバーにこう見られる一番身近な人とかねに見られるのってなんかすごい恥ずかしいけど、そんな身近な人たちがすごい褒めてくれるって本当にいい作品ができたんじゃないかなと自分の中では思ってるので、自信を持って皆さんにお勧めします。メンバー以外の反応はめっちゃなんかその写真集発表ってなった瞬間にバーって連絡が来て、いろんな人からなんかみんな買うよって言ってくれて、すごいあなんか発売するんだなってそこで実感が湧きました。なんでこんなにみんな優しいんだろうって嬉しくなりましたよ。見どころありますか？見どころはね、あのこの後たっぷり教えたいと思うのでまだ秘密です。スイスどうだった？めっちゃ良かったです。私あんまりこう海外が得意じゃなくて、いつも体調崩しちゃったりとかするんですけど、スイスはもうほんと空気も美味しいし、ご飯も美味しいし、山も湖も全部綺麗で、なんかね心が癒されました。なんかそれが全部こう写真集にギュッて景色ごと詰まってると思います。私の行ったとこがチューリヒとハイジの村とレマンコらしいです。あれベルンとかも行かなかったです。あ、ジネーブ結構行ってる。もうハイジの村は私が行きたい行きたいってずっと言ってお願いして行かせてもらいました。すごい楽しかった、楽しかったな。なんかこんなに楽しかったの本当になかなかないぐらい、すごい普通に楽しませてもらいました。各地の思い出をチューリッほんとどこも良かったんだよな。チューリヒって一番最初に行ったとこですか？めっちゃ楽しかったな。あー列車にも乗った。あーなんか出てきちゃった。列車の中が一番楽しかったかもしれない。なんかどこだっけな、チューリヒのおもちゃ屋さんによってカードゲームを買ったんですよ。でカードゲームとかすごい好きで買って、ゴキブリポーカーっていうのを買ってみんなで列車の中でやったんですよ。それが本当楽しかった。私はめっちゃ弱くて、あの青木さんが一番強かったです。あーこう見るとなんかいろんな思い出が蘇ってくるな。なんか最後のページ、最後の方のページに日記みたいな感じでいっぱい載ってるんですよね、文章と一緒に。そこも結構読み応えあるんで、読んで一緒に旅した感じになってほしいなと思います。
スイスに行きたかったの。なんか前に、ほんと 4,5 年前ぐらいにテレビでなんかスイスは日曜日に洗濯物干しちゃいけないみたいなのがやってて、なんかすごい国だなと思って興味を持ち始めて、でなんかこう旅番組とかをよく見て、それでわスイス行きたいなって思い始めたのがきっかけです。だからもうほんと 4,5 年思ってた念願の場所に行けて嬉しかったです。そうだ忘れてた、あの私ブログで質問を募集したんですよね完全に無視してました。本当にコメントしてくれた人ごめんなさい。私いつ募集したっけ、どこで募集したんだっけ。どこのいつのブログだあれ、ブログで募集してしましたよね。ちょっと待ってくださいね。あったあった。え？あった。募集していますね写真集に関しての質問をコメント欄で大募集しますって自分で書いてますわ忘れとったじゃあこの場を借りて返していきますどうしよっかな。じゃあヤンさんって方から来てる質問、写真集おめでとうございます。写真集出すこと決まって一番に誰に報告した？あの覚えてないんですよね誰に報告、誰にしたっけな、誰にしたん、誰にしました誰にしたんだろう。でもメンバーかもしれない。なんかスケジュールのところに写真集打ち合わせってスケジュールが送られてきて、メンバーみんなに送られてくるやつなんで、メンバー見て、おっソニョン写真集出すんだってなって知らされたかも私が、あ2万人嬉しい、ありがとうございます、やったー、ありがとう拍手がいっぱい、パチパチ、嬉しい、ありがとうございます写真集では、あ、石田光さんから来てる質問、写真集ではヤギとサユどっちの方がいっぱい写ってますかいや私だろうどうするんだこれで、買ってみたらヤギしか写ってなかったら、でもそれもいいかもしれない、すごい楽しかったもんヤギと遊ぶのしゅんぴょんさんから来てる質問、写真集撮影時は体型維持のために食事制限したんですか？しなくても美味しかったものを教えてください。写真集楽しみにしてます。食事制限とか全然しなかったです。なんか、他の子たちの、スイスから帰ってきてから他の子たちの写真集についての取材とかを読んで、めっちゃ遅いんですけど今読むなよって感じなんですけど、そしたらみんななんか2ヶ月ぐらい前からジムに通ってたとか、なんかすごい食事制限したとか言ってて、あっそうだったんだってそこで気づきました何もせず行っちゃってちょっとまあでもまあそれで良かったかなと思ってます。別になんか
無理して着飾る必要はなかったかなと。普通の自然体の私を撮ってもらうのが一番良かったのかなって。だからね、なんかパジャマみたいな姿でもすごい写ってるんですよ。私あの写真集前にあのもらったあの詳しい情報載った紙をあんまあの読んでなくてあのスイスから帰ってきてからその紙が発見されて、それ後で読んだらあの私服も釣りますって書いてあって全然読んでなくて、私私服全然気にしないで行っちゃって、めっちゃパジャマで出歩いてる写真すごい載ってるんですよね。だからちゃんと読んでおけばよかったって反省しました。こういう時になんかあれですね、性格の雑さが現れますね。美味しかったものはこの中にもね載ってるんですけど、チーズフォンデュ食べました。チーズフォンデュとラクレットっていう、ラクレットもチーズの料理なんですけど、めちゃめちゃ美味しかったです。初チーズフォンデュだったんですよ。なんかね、初にしてこんなに美味しいチーズフォンデュ食べちゃったらもう他のチーズフォンデュ食べれないんじゃないかなってぐらいもう美味しかったです。また食べたいな。もうほんと全部美味しかった。なんかちょっと怖かったんで、海外の食事体に合わなかったりとかよくするんで日本食いっぱい持ってったんですよ一応。でもすごい食べましたスイスで。日本食いらなかったぐらいこの私が珍しくすごい食べたんで相当美味しかったんだと思います。よしじゃあ最後の質問ぐらいにしとこうかな。どうしよっかな。いっぱい質問があって迷っちゃうな。ユートゴーグルさんからいただいた質問写真集の中にはどんな左右がいますか？かっこいい左右、かわいい左右、綺麗な左右、儚げな左右、面白い左右、答えられる範囲でよかったら教えてね。多分全部いると思います。なんかね、あのふざけた顔ばっかりしてる気がする本当になんか嘘のない顔っていうのかな。本当なんか寒かったら寒いって顔してるし、嫌だったら嫌な顔もしてるし、なんかあんまこう、いいとこばかりを切り取ってはないから逆にいいって私は思ってて、結構変な顔ばっかしてんな何かね、こう見てくれた人が見て飽きなかったってみんな言ってくれて、なんかそれぐらいなんかいろんな表情してて、ほんとなんか眠かったら眠い顔してるし、今の自分だからできた写真集なのかなと思います。あー、ゴキブリポーカーで悔しい表情もちゃんと載ってる これあのあ、まあやめよう秘密にしよう。
メイクもね、毎日違うメイクをね、メイクさんがしてくれたんですよ。もうすごい研究してくれて、なんですごい、私メイクによって顔がすごい変わるんですけど、それをなんかうまく活かしてくれて、うん、髪型もいろいろあるしハプニングあった。ハプニング、思ったより寒かった9月のいつだっけな、まだでもちょっと暖かい時期に行ったんですけど、意外と朝晩が、あ、湖水海岸、そこめっちゃ寒かったなんかスイスって海がないんですよね。だから湖で全なんかそういうの撮影したんですけど、めちゃめちゃ寒くて朝晩がすごい冷えるんですよ。昼はすごい暖かいんですけど、でも寒すぎて水の中に入れなくて、全然せっかくの撮影なのに膝ぐらいまでしか、もう限界で、でもなんか隣にいたおばあちゃんがどん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 入っていっててあの人何だったんだろうとなんか私なんかモンスター見たのかと思ったスイスの人の方が体温が高い、あ、だから大丈夫だったんだ。なんか水平線の方におばあちゃんがどんどん飲まれていくのを凍えながら見た記憶がありますすごい面白かった楽しかったなあ、そうですね、黄色の水着のやつですね本当に嫌な顔、もう本当この私使えないと思いましたもん、このここのシーンのやつ。でも意外と使ってありますね。うん、またなんかこう黄色の衣装とかも着ることないから珍しかったかも。あ、おばあちゃんもちゃんと写ってるこのおばあちゃん最強おばあちゃん、ほんとすごかったな、面白かった。なんかスイスで出会った人たちみんな面白かった。帽子屋さんの人もすごい面白かったし、もうすごいされるがままの写真をが、この写真面白すぎてちょっと入れてもらったんですよね。もともとは入ってなかったんですけど、この少年も可愛かったしな。お土産買って帰った？お土産とか、あ、買ったわチョコ買いましたっけ？あれ？全然覚えてないや。買ったっけ？あ、チョコ有名。あ、チョコ有名の、買ったんだっけ？全然覚えてないや。ハイジの村で？ハイジの村で？めいっ子と、めいっ子に、そう、あ、めいっ子だ、なんかスイスに行ってる最中にいとこの、いとこに子供が生まれたんですよね。いとこの子供ってなんて言うんですかね、おいっ子かめいっ子に羊の、ヤギか、なんかちっちゃい靴下買いました。ルームシューズっていうのかな、
なんかほんとこんなちっちゃいやつ。実はあのハイジの村で、あのハイジたちと一緒に撮った写真で私が手にこう持ってるのがそれなんですけどあんまり写ってないんで、これ私何持ってるんだろうって何人か気づいた方いたかもしれない。あれはあのルームシューズを持ってますあとなんか買ったっけな、あ、ノート買いました。なんかすごいかっこいいノートを買ったんですよ。で私日記を書こうってずっと思ってて、どっかのタイミングで日記書こうって思ってて、でもなんか特別な日に書き始めたいじゃないですか、1ページ目って。なんでなんかすごい特別な日に書こうって思ってたら、まず1日目にそのまま寝ちゃって、1日目が過ぎちゃって、2日目もなんかなんだかんだですぐ寝ちゃって、で気づいた頃には日本に帰ってきてたんですよあ、そうです、四条で買いました。すごいかっこいい、なんか革のノート、ほんと昔の作りで、なんかノートのこういうところが編み込んであって、なんか紙の素材もすごい独特なやつで、すごいかっこいいノート買ったんですよ。それが今あのテレビの前にボンって置いてあって、あの何も書いてない状態で今放置されてますあ、そうだ、今から見始めた人はよく分かってないからもう一回説明するんですけど、左上のバナーをクリックすると写真集の購入ページにジャンプできるので、もしちょっと興味持ち始めたよっていう人いたらクリックしてみてください。パチ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 じゃあそんな感じで結構やっちゃったかも。以上コメント記者会見のコーナーでした。続きまして写真集お気に入りカット紹介、イエーイ、お待たせいたしました。これだ、特別にちょっと大きくしてもらいました。そう、私この写真集のサイズ感にも結構こだわってて、みんながね持ち運びしやすいようにちょっとちっちゃくしたんですよね、コンパクトにしました。だから書店に買いに行ってこう、ね、でっかい写真集とかだとちょっと持ち帰りづらいかなと思って、ちょっとみんなのことを考えて持ち帰りやすいやつ、あとなんか友達に貸してあげたいなとか思ったらすぐ貸せるようなサイズ便利なサイズにしましたでも今日は特別にちょっと大きくしてもらいました。まずは、どうしようかな、どれからしようかな、これ結構お気に入りなんです。ドーン、デデー、天使、天使がいたんです。ハイジ村で出会いました。めっちゃ可愛かったです、超可愛かった。もうこの私のデレデレの表情めっちゃ可愛かった、もんと可愛かった。この子がこの写真集に載ってるだけで価値があると思います、本当。超可愛かった。しかもすごいなんか全然人見知りとか嫌がらずに抱っこさせてくれて、ちょっと写真集の撮影じゃなくてプライベートで言ったら私多分この子にずっとついていっちゃってた気がします。めっちゃ可愛かった。お父さんと二人で来てたんですよね、可愛かったな、可愛い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 あと2時間ぐらいは可愛いって言ってられます多分可愛い可愛いね可愛いね可愛い。生まれた時から金髪なんですかね、スイスの人ってどうなってるんだ。かわいい、かわいいね井上さんの方は
私の、あ、でもこの衣装すごいこだわりました。すごいなんかね、いっぱいフィッティングして、もうすごいフィッティングしてフィッティングしてこれに決まったんです。でも正解だったなと思います。なんかね、ロングワンピース好きで、すごい丈感がちょうど良かったんですね。うん、かわいいかわいいな。前髪ピン留めてるんですよ。かわいい、かわいいね。かわいかった。かわいい、かわいいかわいい楽しいじゃあ続きまして、どうしようかな。まだこっちの衣装、こっちにしよう。でこれは、これもさっきの違う別のカットですね。すごい寒かったんですよ、この時の撮影もすごい寒くて、寒いって言ってるカットなんですけど、なかなかこんな髪型見ないじゃないですか、普段の乃木坂で。なんか面白いなと思って、自分の頭がなんかこんなのも入れちゃうぐらい素の自分を入れてるのがいいなと思ったりして、もうほんと水なんか結構泳いで、泳ぎ好きなんですよ。犬かきいっぱいした後でメイクもほとんどこの時してないし、これも朝のプールを、ホテルのプール貸し切って撮影したんで、もうなんかお客さんが入ってこないうちに撮らなくちゃいけなかったんで、すごいね頑張ったんですよねコメント、お、いっぱい来てるみたい犬かき好きなの？犬かき好きです泳げるんですか？泳げるんですよ、意外と。埼玉海なし県ですけどなんかね、お、3万人行きました？あと少しで3万人。うわ、すごい嬉しい、ありがとうなんかね、小学生の時にプールの授業でみんなに負けたくなくて頑張って上手くなりましたなんかみんなこうスイミングスクールとか行ってるって、なんかそれが悔しかったんでスイミングスクールなんて通わなくても泳げるやつがいるんだぞって見せつけるために上手くなりました早いね、いっぱいコメントが来てて海なし県なのに泳げる、おい埼玉なめんなよあお、3万人いたのかな。3万人ってすごい来てるけど嬉しい。あ、3万人いったみたい。あ、ありがとうありがとう、みんなありがとう、嬉しいパチパチパチ、3万ですぜ、3万ってすごいね、ありがとう。じゃあ続きまして最後のカットです。じゃん、これ顔写ってないんですけど、これめっちゃ好きなんですよね。この衣装もすごい好きで、もうスタイリストの南さんが持ってきてくれた時点で、あ、もうこれ着たいですって言って、すぐにこの衣装は決定しましたなんかね、なんだろう、あと私ポニーテールも好きなんですよね。ポニーテールでこの衣装で、もう着たいってすぐにこれは決まって、なんかなんだろう、すごい、なんだろうねすごい好きです
綺麗や。おお、ありがとう。綺麗ね。綺麗。嬉しい。ありがとう。なんかこういうのあんまこんなアングルで見ることないじゃないですか。自分もないし、人にこんなアングルで見られることも多分ないから、すごい貴重なショットだなと思って、すごいなんか鮮明だな。今見たら右腕にほくろがあるのすごいわかる。ここにほくろがあるんです、私右腕のここ、それが写ってる。すごい鮮明この写真。あとここにもほくろがあるんですよ。すごい鮮明だな。あとここにもほくろ。ほくろの話ばっか。めっちゃ鮮明。うん、いい写真だ。こんな感じでね、他にもいい写真がいっぱい載ってるんで、皆さんぜひこれ手に取って見てください。お願いします。では、あ、そう、3万人超えたってことで、あの今から見始めたよって人はちょっとわからないかと思うんで、この左上のバナーをクリックすると写真集のページにジャンプすることができるので、気になったぞって人はクリッククリックしてください。お願いします。クリッククリック。以上、写真集お気に入りカット紹介でした。では続いてはこんなコーナーをやってみたいと思います。一人一冊存在計画、イエーイ。ルールを説明します。番組も終盤になってきた今、この番組をご覧の皆さんの中にはいるのかな、いたら悲しいな、いないと思いたいけど、まだ私はちょっと写真集買う気にはなりませんよって思ってる人がもしかしたらいるかもしれません。そんな人を0人にするために、ユーザーの皆さんに存在を褒めるコメントをしてもらいたいと思います。そのコメントをこう読んで、あ、やっぱり考えを変えてみようかなって思ってくれたら嬉しいんですけど、私がねそのコメントを読んでいって、全員に写真集を買う気にさせたいと思います。どんどんコメントしてください。小芝居最高はいいんだよ。小芝居については褒めなくていいんだよ。そうだね、もうフラゲしてる人もいるのかな。2冊目考え中です。嬉しい。え、うん。プロリもあるよ。ないよ、やめろ。やめてください、そういうのは。可愛さが爆発しとる。可愛いは正義は嬉しい、ありがとう。なんだろう、恥ずかしくなってくるな。いろんなさゆにゃんが見れる。買うべき。うん、ここテストに出るらしいです。何のテストだろう。セクシーさゆり、どうなんだろう。存在が奇跡。お、うまいね。3冊勝ちた。本当にありがとう、嬉しいな。うわ、早い早い。みんなコメントいっぱいありがとう。かわい、ん？いやー、早いよ。はぁはぁ、待ってくれ。クリスマスプレゼントするっていうコメントが多いみたいです。嬉しい。そっか、そんな時期か。そ
こんな時期か、嬉しい。それって自分用なのかな、誰かになのかな。買わないと埼玉県に入れません。そんなことありません、そんなことないけど、買ってくれたら埼玉県民喜ぶかもしれませんね。存在は社友の全てが詰まった一冊です。あ、嬉しい、ありがとう。え、このタイミングで嘘、え、めちゃめちゃぬるっと、え、このタイミングですごい、え、すごい、私の写真集がケーキになってる、すごい嬉しい、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、あ、すごい、めちゃめちゃ、わ、すごい嬉しい、こんなことできるんだ、あ、すごい、すごい、これ食べられないよ、嬉しい、幸せの誕生日、ありがとうございます、嬉しい、うーん、よかった生きてて。嬉しいな、こんな、こんな幸せなことないですよ、もう本当ありがとうございます、嬉しい、ずっと見てられるや。すごいぬるっと登場したけど。嬉しい、元気だよ、すごいな、すごい、すごい。嬉しい、ここに置いておこう。え、あと3分で終了。やば、え、早っ、どうしよう、改めて写真集への思いを、もう本当になんかいろんな、いろんな思いが、自分の思いもいっぱい詰まってるんですけど、やっぱこう、ここまで支えてくださった人とか、この写真集を作るために頑張ってくださった人とか、たくさんの人のおかげで、なんか24年間分の井上小百合が詰まってる気がするので、なんかね、本当にたくさんの人に見てもらえたら、本当にそんな幸せなことはないなと思います。この上ない幸せです。もう誕生日も近くにね、発売日を合わせていただいたし、すごい本当生まれてきてよかったって思えるような一冊になったので、自分がこうおばあちゃんになった時に見返して泣いちゃうぐらい本当いい一冊になったので、みんなにもその思いが届けばいいなと思います。こんな感じかな。では改めて井上小百合のファーストソロ写真集、ソロ写真集、井上小百合のファーストソロ写真集、存在絶賛発売、あ、発売、明日から発売です。あ、付録でついてくるポスターは、あの、自分で選びました、私が選びました。あと、もういっぱいいろんな特典もつけました。なんで、あの、楽しみにしててください。最後の最後に左上のバナーをクリックすると写真集購入ページにジャンプすることができますので、気になった人はぜひチェックしてください。ありがとうございます、皆さん、こんな夜遅くまでお付き合いくださってありがとうございました。わあ、3万4000人が見てくれたらしい、嬉しい、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、嬉しいよみんな。おめでとうがいっぱいで嬉しい、ありがとう、ありがとうって言えるのって本当にね、幸せなことだと思います。嬉しい、ありがとう。では、
名残惜しいんですけど、皆さん今日はありがとうございました。明日発売なのでたくさんの人に届きますよう願っております。ありがとうございました。おやすみなさい。